リチャード・ロス・マイムのベッカラー。こんにちは、リチャード・ロス・マイムでございます。よいしょ。はい、今日ね、相方に会ったらなんか明るいロスって言われました。はい、そんな島山のリチャード・ロー島山のベッケナーでございます。今回はですね、ちょっと前に、とある知り合いの方からですね、とある知り合い大変ですけども、筋肉少女隊なんかどんな曲あったっけみたいな会話がちょろっと出まして、筋肉少女隊のことをちょっと語れるのかなと思ってちょっと語った次第でございますけども、久しぶりに筋肉少女隊をですね、またここで語ろうかなと思います。そしてせっかく話題に出たんでね、どんな曲がいいのかとかっていろいろあるわけでございますけれども、まあ一遍ね、解散しまして、解散というか、まあ一遍ちょっとお開きしまして、また再結成した後の2枚、あともう1枚家にあるんですけど、まあ2枚しか持ってきてないんですが、CD をこうやって持ってるファンでございますが、まあライブにちょっと残念ながらまだ行けてないわけでございますけれども、自分とね、筋肉少女隊のお話を少しちょっと久しぶりにしたいと思います。とあるって言っても、もう何年も昔、まだ幼少期でございますけれども、中学校ぐらいかな、小学校入る前ぐらいか、中学校入る前か小学校入ったぐらいなんですけれども、筋肉少女隊っていうのがなぜか巷で周りで流行っておりまして、で当時はブルーハーツというですね、バンドとか、もういろいろあった中で、友達のお兄ちゃんが、筋肉少女隊の、まあ、前その前にやってた、ナゴムなんとかバンドかな、方の、CD を初めて私が、CD というか、まあ、当時レコードなんかな、まあ、音源でテープかなんか聴かせてもらってですね、その時に、労働者 M というですね、曲を筋肉少女隊が歌ってまして、でその時のまあ歌詞で、まあ、ちょっとメロディーの方はまああれなんですけども、ダイヤモンドはただの石石石ってね、労働者 M というダイヤモンドはただの石というですね、歌詞があるんですけども、もうその通りだなって中学校ぐらいの私は思ったわけでございます。まあ、それがきっかけなわけないんですけど、その後ね、どんなバンドなんだろうと、なんかこんなふざけたこととか、歌ってる、でもすごいヘビーな音楽をやってるなということで、まあその友達捨てから、まあちょっとダビングさせてもらって、ダビングって古いな、はい、させてもらって、で聞いてて、でずっとそれから筋肉少女隊というものを、まあ CD を買ったり買えなかったりですが、まあ再結成してある程度収入も落ち着いて私も来ましたので、こうやって CD を買える身になったわけでございます。でまあ、筋肉少女隊といっても、こうやってね、いろんな曲があるんですけれども、こうやって再結成した中の曲の中、これ再結成1枚目なんですけれども、特にですね、バンドをやってる方にとっては一番よく有名なのが、イワンのバカという曲。まあ、これも、YouTube とかで見れたら出てきます。イワンのバカで検索したら間違いなく見えるんですけども、これがすごくですね、当時私も初めて聞いた時に、だいぶショックを受けまして、わ、こんなかっこいい音楽が世の中にあるんだと。歌ってるボーカルの人は、まあ、そんなにかっこよくはないんですけれども、ただやってる音楽のバックの演奏と、それから、まあ、ギターの音色からそのボーカルの声っていうね、で聞く人によってはそのボーカルの声が苦手だから聞けないという人もいるんですけれども、やっぱり演奏陣はすごい上手いなっていう人もいれば、私みたいにずっと大月健二さんの声をずっと聞いて、あ、いいなと思った人は未だにずっとね、しかも上手くなったという言い方、すごい上から目線で申し訳ないですけども、昔はなんかなんていうかね、朗読というか、なんか力強さに任せて歌うタイプだったんですけど、今ちょっと最近上手く歌うようになってしまってですね、少し寂しいなんて、なんかちょっと無茶やってもいいんじゃないかなと思うところもあるわけですが、そんな筋肉少女隊でございます。有名な曲はイワンのバカから、この前話出た人の中では、あれカレーカレーカレーの歌でね、日本インド化計画っていう曲があるんですけども、日本インド化計画、イワンのバカ、それから一度聴いてもらいたいのはね、多分これも検索で出てくるスラッシュ全問答、スラッシュ全問答っていう曲があるんですけど、これもめちゃくちゃ早い曲です。この辺あたり、あと日本の米という曲ですね、これも検索してみてください。で私が一番彼らの中で好きなのは、何枚目かな、4枚目か5枚目かな、もうちょっと前だったっけ、
のアルバムに入っているサンフランシスコという曲がありまして、でこれ再結成する前、まあ、要するにあの一遍解散するときですね、一遍解散するときにあのバラードにしたりとか、それからいろいろと改編したりとかして作り直したりしてる曲ですけれども、そこに三島誠さんというですね、三島江戸蔵っていう名前でも当時は出てたと思うんですが、そちらの方のまあキーボードというかシンセというかあの音が絡んでいて、サンフランシスコっていうのはちょっとなんか新しい音楽で当時は聞こえて、で歌ってのはあの人とで歌詞が空気音だとってわけのわからん歌詞が入ってるわけでございますけども、そんななんかシャッターもなりましたけど気にしないでください、はい、そんなサンフランシスコというですね曲をよかったらけ日本の米、日本インド化計画、イワンのバカ、スラッシュ全問答、サンフランシスコ、この辺あたりを押さえておけば、大体この辺あたりがもし聞けなかった場合には多分一生筋肉症で皆さん聞くことはないと思います。そこからどんどん派生していけばマニアックな曲がいっぱいあって、有名なところでは元祖高木部伝説とかあるわけでございますけれども、もしですねよかったら皆さんも中にですね、こうやって筋肉症状に興味を持っていただいて聞いていただけて、いただければ私ももう少しですねトークができる友達が増えるんじゃないかと思うわけで期待してるわけです。そしてリチャードロー CD 出ました。はい、ぜひですね我々のオブリビオンと、はい、そしてリチャードロー、はい、こちらの CD もですねまた、ライブの方で販売しておりますので、ぜひお買い求めいただければ、リースの分ならご願いになっております。よろしくお願いいたします。というわけですね、語り尽くせばあと5時間ぐらい喋るんですけども、筋肉症状態ぜひね皆さんにも興味持っていただいて、では要するにこの前ちょっとですねそういった話が出て、筋肉症状の話をすると嬉しかったと、で向こうが頼まれてないのにからいろんな曲の名前を言って向こうが唖然とするという状況を作り出してしまったことに対する反省点も含めて、今回35回目かな、リチャードの動画の島山のベッケランを終了したいと思います。ぜひ皆さんね、筋肉症状態を一度は聞いていただいて、まあ、好きか嫌いかの判断も含めた上で、よかったら聞いてみていただければと、あと CD もよろしくお願いいたします。というわけで今回はこれにてお開きさせていただきます。また次実習ですかね、お話しさせていただきます。何にするかまだ決めてません。それではまた次回よろしくお願いします。さよなら。